おい、起きろ。いつまでもグースか寝てんじゃねえよ。 仕方ねえな。ほら、とっとと起きろっての。あれ？ったく、どうして俺が野郎なんかを起こさなきゃならねえんだっつの。朝チュンでハンラの姉ちゃんに優しく起こされるのが俺様のスタイルだっつうのに。そしてコーヒーなんか入れて二人でまったりと。いやいや、そのままガバーっと行っちゃうのも悪くないかね。 ごめん、ランディの妄想に付き合えるほど頭が回ってないみたいだ。もうミーティングの時間なのか？ああ、とっくにな。お嬢とティオスケが朝飯作ってくれてるからとっとと食っちまおうぜ。そっか、すぐに着替えるよ。 なんだよ。 ランディってかっこいいよな。 そういう気の使い方、俺にはとても真似できないよ。バカ、お前何こっぱずかしいこと言ってんだ。落ち込んでる野郎を慰める趣味なんざ持ってねえっつの。<笑>自分で言ってんじゃん。大丈夫、一晩寝たらなんか落ち着いた。悔しい気持ちは残ってるけどさ。そうか。 ま、悔しがれ、青少年。そうやって挫折を知ってこそ、でかい男になれるってもんだぜ。だから子供扱いするのはやめてくれって。すぐに着替えるから、先に下に降りててくれよ。えいえい。さてと、記念祭も4日目。 今日も忙しくなりそうだ。さてと、4日目の業務を始めよう。新しい要請が入っていないか念のためチェックしないとな。そうね、今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいだし、 Thank you.
Thank you.
Thank you.
よし。これは得意よ。よ。これは得意よ。よ。これは得意。よ。これは得意よ。よ。これは得意よ。よし。これは得意よ。よ。これは得意よ。よし。これは得意よ。よ。これは得意よ。よし。これは得意よ。
Thank you.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 